はい、どうも皆さん、おはようございます。ミサです。本日ガチャ回していきたいなというふうに思っております。で、まず初めに言っておきたいんだけど、本日3月12日は、19時よりガチャ更新があるんですよね。おそらくこれかこれの次が終わった後にグランデフェスですね。3月16、17、18ぐらいにグランデフェスが始まるんじゃないかなと思ってるんですけれども、一応ガチャ更新がありますので、ガチャ更新の告知を見てから回す方が頭がいいやつだと思います。僕はまあいいかなっていうところで、今ねキャラ出現率アップだから、まあそんなに大きく外れることはねえんじゃねえかなということで、プラス確定とかだったら泣くんで、ガチャは待っといた方がいいですね。3月12日本日はガチャ更新があります。じゃあ早速回していきましょう。3日目で、1日目が10連で、2日目がガチャピンと、まあなかなか悪くはないような感じになってますが、こちらの3日目、俺はね、最近なんかちょっと調子が悪いんですよね。最近調子が悪いので、ガチャだけは、リアルはダメだから、ネットだけは気持ちよくさせてほしい。お？これは？来たんじゃない？止まれよ？止まれよ？10連行くなよ？うわー！運ゲーの化身！運ゲーの化身なんですけど、私、運ゲーの化身になっちゃったよ。ガチャピンからのガチャピン、ダブルガチャピンシステム。これなかなか運いいね。俺今までなかったよ。超運いいじゃん。ラッキー。それでは早速ガチャ回していきましょう。最初にじゃあ特別チケットから回していこっか。このアニバーサリー。これ SSR 出んのかな？なんか出ないような気がしてきた。カーバンクルガチャだよね。いや、でもカーバンクルガチャは普通に嬉しいよな。まあ、最近ドラゴニックウェポンもやるから、エレメントが足りないから、まあ、そう考えると割と SR の石でも結構嬉しかったりする。じゃあ回していきましょう。なんか運がいい。おい。だって俺昨日のムーンの快楽まだ忘れてないからね。めっちゃムーンだこれ。ああ、すげえ。体が求めるムーンという名の快楽を。ああ、止まんねえ。やっぱ今回今キャラ武器ピックアップだからムーンが上手いんすよ。そう、キャラ武器ピック、ああ、終わっちゃった。頼むよ。ダヌアジン、最後。ああ、終わ、もう最初じゃないかよ。あ、でも2個出た。お、グリダーボル。これはマルキアですね。結構美味しいね。あ、しかも SR のあれもあるわ。シルバームーンもあるわ。お、アゾット。これな、遠坂キレイの背中に突き刺されたやつな。アゾット剣ってやつな。で、ブロンズムーン2個、シルバームーン1個、ゴールドムーン2個。お、結構いいじゃん。これさ、でも30連とかでしょ？っていうことは、ワンチャンこれ、ムックモードあんの？ そう。ドド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 ド。ムックモード、告知されてたっけ？ でも今回も当たりだったな。ガチャピンモードで、SSR 武器2つに、シルバームーン、ブロンズムーン、ゴールドムーンがボロボロ出たよという感じですけれども、1、2、3、4。4個だね、シルバームーン。ブロンズムーンが7、8、9個。ゴールドムーン2個。すげえ。やっぱな。武器ピックアップっていうのはここら辺もうまいよね。じゃあ最後、スクラッチ回していきましょうか。いや、ここから毎日1個だけになっちゃうんだもんな、スクラッチ。おいおい、頼むぜ。頼むぜ。シェロさんよと。こんな純真無垢な顔して俺に月光賞を渡すなよと。私はそう言っておりますね。あれよ。飲み会のビンゴで、そんなん出されたらうまい。テンション爆下がりよ。やっぱね、任天堂スイッチを吊り下げといてと。そういうことですわ。はい、ここ。メリケンサック、ここ。お、来た。戦場いいじゃん。戦場、まあ、ワンチャン6本使うかもしんないからな。戦場熱いね。あと1個かな、なんか候補としては。はい、これはいい戦いになりそうだ。なかなか悪くない。よし、来た。これはかなりいいんじゃない？いや、これよ。このロマンよ。いや、もう、初日に比べるともうロマンがありすぎてるんで、まあ、いいんですけど。はい、ここ。やめてくれー。はい。まあ、栄冠3個ね。栄冠3個か。この白かわいいな。今日のサムネにしよう。
ということで、いかがでしたか今回は。まあ、今回はガチャピンプラス普通の SR プラス、あれだな、栄冠の指輪でしたね。でも結構リミテッド武器とか出てる人いるっぽいんだよな。俺もまあいつか手に入ると、夢と希望を抱いて生きているけど、まあ、いつ手に入るやら、まあ、その時は祝ってやってください僕のことを。そんな感じで今回の無料ガチャ3日目3日目でした。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。